波ハリネズミハリネズミは、哺乳更新無毛鳥目ハリネズミかハリネズミ赤に分類される構成種の総称。講義には、ハリネズミかに属するすべての動物、すなわち、ジムヌラ赤ゴラーセネ、ハリネズミ赤の両方の生物群を指すが、普通は親毛を持たない、ジムヌラ類を除いて、ハリネズミ赤のもののみを指すことが多い。本校でも、ジムヌラ類を除く、ハリネズミ類について記す。 ハリネズミアカでは、原生のものとしては5族16種が知られている。自然分布は、ヨーロッパ、アフリカ、中近東、東、アジア、ロシア、インド。外来種として、ニュージーランド、日本。背は、体毛が変化した棘で覆われる。棘は根元にかけて、細くなり、風や落下の衝撃などによって、棘に圧力が加わった場合でも根元で折れ曲がることで、 体に食い込むことを防いでいる。トゲの根元は球状で小型の筋肉と連動し、普段はこの筋肉が弛緩しているためトゲが倒れた状態になっているが、この筋肉の作用によりトゲを逆立たせることができる。世界縁の筋肉は感情に発達し、この筋肉が収縮して紐付き袋のような役割を果たし、体を丸め込み球状になる。 頭部や下半身も頭部や脇腹の皮膚が伸びることで覆われ、これらの作用により背の筋肉も伸びるため針がより逆立つようになる。針のような棘は体毛の一本一本がまとまって硬化したものである。これにより敵から身を守るほか、樹上から落下した際に衝撃を吸収して、怪我を防ぐ役目も担う。 バイオミメディクスの一例としてこの針の仕組みを応用したアメリカンフットボール用のヘルメットに使われる衝撃吸収剤が研究開発されている。左右の上額第一門子の間には隙間があり、その間に下顎の第一門子が収まるようになっている。獅子や爪は頑丈。四つ指針ネズミを除いて指跡は5本。以下の分類、英名は MSW3。 和名は、断りのない限り今泉監修に従う土を掘る、こともあり、トンネル状の巣穴を掘る種もいる。温帯域や砂漠に生息する種は陶器に休眠する、こともある。危険を感じると主に棘を逆立たせ静止することが多いが、体を丸め休状になることもある。棘に唾液をつける行動が知られている。 この行動の用途は不明だが、外部寄生虫を避ける働き、性的誘因の働き、味がまずくなることで捕食者に食べられにくくする働きがあるとする説もある。ヨーロッパに分布する種を除いて知見は限られるが、ミミズ、昆虫、鳥類の卵やヒナ、小型哺乳類、動物の死骸、消化、落下、種子などを食べる。首はハリネズミやダウリアハリネズミでは、 植生のうち小型哺乳類が占める割合が高いと、される。繁殖様式は耐性。妊娠期間は、ナミハリネズミで34から49日。インドハリネズミ類は1回に1のことを、ナミハリネズミや大耳ハリネズミ類は1回に1から10頭の、幼獣を生む。日本語では、ネズミとつくが、実際はモグラに近い。ミミズなどを捕食する。イギリスでは、 生垣の下に生息していることが多く、そのため英語名はヘッジホックとなっている。ハリネズミは多くの文化において食材として扱われる。古くは古代エジプトなどで食用とされており、ヨーロッパ中世後期のいくつかのレシピではハリネズミ肉の記載が残されている。ユーラシア及びアフリカにおいてはハリネズミは民間治療や呪術医による 治療の材料として取引が行われている。中東の、特にベドウィンにおいては、リウマチと関節炎の薬として認められ、結核からインポテンツまで様々な病気を治療する万能薬とも伝えられている。モロッコでは、焦げるまで焼いた皮膚や毛の煙を吸入することで、発熱やインポテンツ、尿に関する病気などに効くとされており、ハリネズミの血は白線によるひび割れやイボの、 治療薬として利用される。ロマの人々の間では、今でもハリネズミが食用とされ、ボイルあるいはロースとして食べられており、死と死亡は民間治療的に用いられる。1980年代のイギリスにおいて、ハリネズミ風味のポテトチップスが発売されたことがあったが、この商品にハリネズミは含まれていなかった。ヨーロッパでは、市街地にも生息し、生垣やナヤなどに住み着いたり、 庭や農耕地、芝生、花壇、大碑などで獲物を探す。民間伝承にも多く登場し、一例として、牛の乳を吸う、蛇の毒に免疫があるなどといったものがある。プリニュースは、棘に果実を刺して運ぶと記しており、同様の伝承は中国でも知られている。日本では、化石は発見されているものの、有志以後は分布しなかった。ただし現在は、 ペットとして飼われていたと思われるものが、神奈川県の小田原市や静岡県の伊東市などに定着していることが確認されている。日本では2005年12月に、ハリネズミ属が属単位で特定外来生物に指定されている。2015年には、ハリネズミ属が属単位で、環境省の生態系被害防止外来種リストにおける総合対策外来種のうち、 重点対策外来種に指定されている。2017年現在四つ指ハリネズミを除く、アフリカハリネズミ族、大耳ハリネズミ族、メセクアイニス族が未判定外来生物に指定されている。ありがとうございます。